ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は P 北斗の拳とも LT を完全攻略していきましょう。2024年3月にサミーから導入された99分の1の上位 95% ループのラッキートリガー搭載型2種 ST タイプです。ボーダーが 16.3、 へそ昇球は1玉。通常回転速度はベースや展開によっても異なりますが、だいたい1時間平均約230回転から260回転前後、時速は約180回転前後です。電サポ中はプラマイゼロ調整でマイナス 0.15、 アタッカーのオーバー率は3割以上を狙います。ボリュー消化は電柱優先ですが、サポの消化速度が速いため通常時は当たりそうになったらヘッソためストップで対応。大当たり中の離席タイミングはサポラスト回転以外で保留がない状態であれば可能です。本機の通常時のおすすめカスタムは全部で9種類。9種類すべてオンに設定しましょう。アタッカーは10玉昇級10カウントの1種類。ラウンド数は3ラウンド、4ラウンド、6ラウンド、10ラウンドの4種類です。2種機のため、1ラウンド目は必ず V 入賞のパカパカになります。V を狙いの指示と同時に打ちっぱなし開始。6カウント入賞と同時に弱から強にひねるで対応しましょう。また連チャン時の場合は図柄が揃ったら打ちっぱなし開始で対応しましょう。2ラウンド目以降は4カウント入賞後打ち出しストップ、9カウント入賞確認後ひねって弱強の2発で弾を固めます。ラウンド間のインターバルは短めのため打ちっぱひねりの方が消化効率が良いです。連サポは ST50+4回転、 ST130+4回転の2種類。電柱は1回以降1パターンの1種類です。SD50 回転は節約打ちの電柱が閉じたら5発打ちで対応。SD130 回転は抽選止めの電柱が閉じたら打ちっぱなし開始。電柱が開いたら打ち出しストップで対応しましょう。一番下に1玉返しのポケットを搭載しており、打ちっぱなしでもあまり無駄玉が出づらい仕様となっております。また、電サポラストは保留4個をマックスまでしっかり貯めて対応しましょう。ST 抜けの残保留の抽選振り分けは ST50 回転時と同じになります。一応知識として覚えておきましょう。換金率、貸し玉、等価でのフル稼働ライン例が介入 100% で 18.5、 介入 0% で 21.0 で打ち切れます。増減率の良し悪しは打ち出し玉、釘の状態によって変わってきており、主にボーダーを下げる肝が出玉になります。期待値を2万円以上と仮定し、通常回転1600回転、単価 12.5 円以上を目指して行動していきましょう。現実的な数字としては 25% 前後を目安に行動していきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。